ックの芸風なんで、そこはすごくいいなと思ってますけど、ティモンディの秘密はあんまないですね。すみません、ティモンディの2人に。黙ってね、最近本当にいろいろテレビで見てますけども、特にないですね。前がやばいって言われてるのにちょっとね、意外だったけど、全然こいつの良さをちょっと見せたいんで、いいですけど、僕は。いや、前田君、この世界は自分も頑張れないと、お互いを頑張っていかないと、優しすぎては本当に潰されちゃうっていうか、もうゲームの話しちゃうと思います。で、2人は野球の名門校、済美高校に入って出身ということで、でも練習でもめちゃくちゃ厳しいんじゃないの。変な練習がめっちゃ多くて、そうですね。だから例えばなんか漫画に出てくるような丸太がいっぱいあって、それを担いで走ったりとか、そういうのどんな感じで走ってるの、丸太は。僕はこう、これで280メートル。へえ。何の意味があるんですか、丸太走る。それほどトレーニングが厳しかった済美高校ですが、返事や挨拶の練習も厳しかったんだとか。僕らの時の代は、入ったら最初1ヶ月返事だけの練習があるんです。返事だけの練習？返事の練習？最初はまず、はいから返事が始まるんですけど、普通の高校だったら、高岸、はいって、はい。済美高校だと、高岸ってこう返事しないといけない。新入生はどれぐらい1ヶ月やるって1ヶ月はひたすらやるって言うんですけど、全然野球せずにその声を発せる。まあそうですね。だからその例えば監督がちらっと見えたら、そういう返事とか挨拶しなきゃいけないんで、廊下パッて見えた瞬間にいくら遠くても言わなきゃいけない。おはようございますってどういう声出すの。じゃあ僕ちょっと廊下からじゃあコーチとか監督で、友達と話す、ね、今日も頑張ろうね、頑張ろう練習眉毛がおかしいな、これ。ソフト部のキャッチャーです。やっぱりこの球技がやっぱりこう。
証言通りティモンディ前田は女子力が高めなのか、こちらが我が家でございます。こちらはですね、僕の趣味の古着が何着もございますね。古着は趣味なんでたくさん買うんですけど、これ可愛いやつとかあるんですけど、趣味でですね、僕たまに服を作ってまして、ペースで無理なく楽しく挑んでください。
時はいつからでも挑戦やトレーニングをすればみんな成長。